てどうも皆さんこんばんは東横名人です、えー、本日も山梨県甲斐市にありますラザホークの駐車場よりお届けしておりますお相手は私東横名人と今日も対面でこの方ですははいいこんばんば坂本です熱い 車の中がね車の暑いけど、外も結構暖かいですよ、今日はね、桜咲きますよ、これ、4月中旬並みの、なんかね、あったかさというか、ゴールデンウィークの観光地の気候ですよ、これ、もうとにかく朝、長野出た時はマイナス2度やっぱりだったので、やっぱり全然山梨は違いますね、これはみんな移住しますよ。 いいとこですよね。そこそこあったかいっていうのがいいですよね。だからもう、山が好きだったら、僕なら山梨ですね。ですよね。北都市とか。そう。目の前にも八ヶ岳があって、で、南アルプスが見えて、後ろ見たら富士山が見える。そうなんですよ。この3点セットはいいですよね。東京もすぐ出れますしね、言ったら。そうなんですよね。僕らからすると、もう山梨って東京に一山超えるだけでしょっていう。そう。一山の観測。そう。 そうなんですよね。うん。だからそう考えるで山梨って本当に、だ,だからみんなの北斗、うん、北斗市にあの別荘買ったりとかするじゃないですか。うんうん、八ヶ岳って、あの、ほとんど長野県で、うん、南側だけが北斗市って山梨県なんですよ。うん、なのにあの、八ヶ岳イコール山梨みたいなイメージあるでしょそうかな。うん。やっぱりどうしたって。うん、いや、7割方長野のもんやねんけど。<laughs> まあ、み、それは南アルプスにも言えますけどね。まあ、富士山の問題もありますからね、静岡のイメージが強いっていうのが、ね。そう、南アルプスなんか山梨の門みたいな顔してるじゃないですか。うん、山梨の門やと思って、いざリアル、あの、通してみたら静岡県の指示がね。<laughs> リニア通すんはええけど、静岡の顔潰すんかみたいなこと言い始めて。カーカスさんってめんどくさいね。よくよく見たら、うん、ほんまにあの、静岡県って上の方にもう,ちょうどいいのようにヒューって南アルプスの方に領土が伸びてて、うん、なんかね、リニアモーターが通るとこ、ちょっと静岡通らなあかんみたいな。うん、めんどくさいね。めんどくさいねあ。どうしたらいいんやろまあ、時間がかけしてくれると思うんですけどね。<laughs> <laughs> どういう意味の時間かわからんけどね。いやいやいや。 はい。まあ、そんなとこなんですけど、結構暑くてですね。うん、今、これ僕履いてるのが、うん、ワークマンの、うん。かカーゴパンツもどきなんですけど。あったかいやつね。いや,いやあったかくない。でも、ストレッチ性がすごいんですよ。ああ、もうそういうあの、伸び伸びのズボンを履くようになってしまった。 まあ、楽するとおしゃれじゃないっていうのがあるかもしれないけど、うん、でも細身で、結構良くて。全然細身に見えませんよ。いや僕からしたら細身なんですよ。で、これは1980円。はいはい、ワークマンめっちゃ安い。ただ、唯一だけ難点があって、うん、なんか、ポケットが、通気性悪いみたいで、うん、携帯とかが、うん、あの、結露が出てくるっていうか、汗、汗でちょっと湿っちゃうみたいな。もう自分で針で穴開けといたら。 いや、は、まあ、勝手なライターっていうのがあるんですけど。<laughs> <laughs> まあ、このワークマン、いいなあと思って、もうん、このもう一足ぐらい、一足いや、もう、もう一足ぐらい欲しいなあまあ、ワークマンもね、本腰入れて、もう、ユニクロを仮想的国としますみたいなね。そうですね。うん、もう、なんか、アパレル宣言みたいなことをしてますから、うんはあ、ワークマン、いいんですけどね。うん。ね、でも、今日も電車の中でフィールドコアの、あの、帽子とか被ったやつましたよ。 いや、結構長野県でもね、うん、やっぱりその農作業する方とか、うん、それからあの、アウトドアする方でもやっぱワークマンの着用率って今結構高いですよ。なん、うん、やったらモンベルよりも、うん、ワークマンの方がね、うん、多かったりするんで、ね、まあ僕も、あのー、バイク乗る時にワークマンのそのジャケットとかお世話になってるんで、うん、まあ、ワークマンには感謝してるんですけれども、うん、普段使いで着るにはちょっとね、 何なんですか、それは。最近、すごく悩んでることがあって。それ、坂本さんは、さっきも言ってましたけど、ちょっとお痩せになりつつあって、えっと、変遷期。僕らは、坂本さん主を僕にしても、上り坂か下り坂しかないじゃないですか、人生じゃ。あんま安定しないじゃないですか、体重。で、まあ、昔からね、よく言われてるように、伸びつある質量保存の法則って言って、二人合わせた体重は常に一緒。多分そんな変ないと思います。 僕が、僕が痩せると坂本さんがってるみたいな。うん、そう、そういう感じなんで、じゃあお前ら服一緒にしたらええやんっていう話なんですけど。そ、ょっと違うかな。あの、背の高さとか、まあ、いろいろ体型とかいろいろあるんですけど、ただ、あの、さっき、名人が言われたように、確かに、あの、まあ、糖尿病とかいろんなこともあって、まあ、ダイエットというか気をつけてるので、体重は、どんどん落ちていってるんですよ。 もう、この1年間だけでもおそらく5キロ以上痩せて、まあ83キロぐらいまで体重落ちてきてるんで、うんうん、まあ、ズボンとかいろんなものを買い替えていってるんですよね。うん、で、買い替えるときに、僕、まあ名人もしかしたら気づいてないかもしれないんですけど、うん、僕、パーカー好きなんですよね。あ、今日もパーカー着てますよね。ほとんどそうだと思います、僕。パーカーっていうか今、フーディーって言わんとダメなのえフーディー。ランニングシャツみたいな言い方 ランニングシャツじゃもう今通じひんみたいな感じパーカーだとラ。ランニングシャツってランニングシャツ以外の言い方あるんでしたっけタンクトップいや <laughs> いやいやいや、ランニングシャツと、うん、あのー、パーカー違う違う、ランニングシャツと、うん、タンクトップは違うと思う。あ、あれは違う人種なのうん、違う人種。だからランニングシャツは、うん あの、玉野石川さんみたいに、ついたっていうのを、あの人が着てるやつが、僕のイメージ、この昭和のおっさんのイメージだと、ランニングシャツっていうのは絶対にランニングしそうにない人が着るシャツっていう。ああ。そもそもランニングってどういう意味なんだっていうところから始まるシャツ。山下清が僕はおにぎりは食べていいんだっていうる。ランニングシャんだけど。ランニングせえへんやろ、絶対に。なんでランニングシャツってうんやろ。確かにでも、そっかそっか。 なるほどね。瀬古さんが着てるあのランニング、うん、シャツ。形、う、状、ん。でもあれはタンクトップとは言わないよね。そう。いや、本来は山下清さんはタンクトップのはずなんですけど。うん。<laughs> でもランニングシャツでしょあれ。微妙やな。ちょっとそれは別やと思いますね。僕らの中のランニングシャツの定義って、うん、絶対にランニングしない人が汗ものすごくかいて、乳首がうっすら透けてるシャツ。 そうですよね。それがランニングシャツ。しかも、あの、脇の下の汗を全く吸う機能がない。何のために着てるのかよくわからないっていう。乳首隠すためだけかな。でも隠れないですよね。まあ、おっちゃんの乳首は使用しまくりますからね。そう。意外に、意外に隆起してますからね。そうですよね。太ってくると。えっと、で、で、まあまあ、パーカーがお好きだと。そう。で、何の疑いもなく、今日もパーカー着てきてるんですけど、で、 ふとね、うん、この、まあ、痩せてきて、サイズダウンしてくるときに、服を買わないといけないっていうときに、うんうん、ユニクロとかそういったとこに行って、うん、パーカーを見てたんですけど、うん、そもそも周りの俺と同年代のおっさんたち、うん、まあ、長野に来たらやっぱり長野の人たち、パーカー着てるおっさん見たことないんですよね、俺。あ、そうはい。パーカーでいい、まあ、このラジオはパーカーで。 通し、通しますけど。あ、フーディなんて僕は言わないですよ。うん。パーカーで結構です。パーカーとランニングシャツで通しますけど。はいはい着てないんですよ。うん。いいじゃないですか、なの。いや、そこ、そこやかなじゃあ、じゃあどんな格好してるんですか ?50 代半ばの、ますえ長野のおじさんたちはどんな格好長靴と、あ、アーノルド・パーマーのロいや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 、そういう、そう、まさにそれを、うん。想像してたんですけど。うん。 普通にワークマンで買った上下と、うん、で、なんかこう、まあ、防水性のあるジャンパーみたいなのに、首にタオル巻いて長靴みたいな。うん、あまあまあ、実用的ですよね。<laughs> まあまさにフィールドコアみたいな感じ。そうだって家に帰ったら畑があるんだもん。うん、だからもう、もうそれで、もう会社来る時もそれなんですよ。うん、何やったら軽トラで来てますからみんな。うん。悪い,いなま。まあそれは全然かっこいいんですけど。うん でも僕の場合は別に家に畑があるわけでもないし、うん、どっちかというと、大阪から来ましたっていう都会風を吹かしてる男じゃないですか。うん、パーカーがその象徴に思われてるんじゃないかと。<laughs> いやいやいやそう、そう。で、まあ、このパーカーと、うんうん、いや、この、たまに言われる、言われるんですよ。うん、信じられないかもしれないですけど、うん、坂本さんっておしゃれですよねって。ええええええ あの、会社行くときは、ほぼほぼ今着てるこの演じるのパーカーと、このジーンズと、イッサーハンプ店の肩掛けのカバンを見て、女子社員から、坂本さんっていつもオシャレですよね。それ、冷やかしちゃいますいや、俺もなんかそれセクハラちゃうんとか思ったんですよ。んな,んなんかいじめられてませんそしたら大丈夫ですか、うん、リスってんのかなとかいろいろ思うんですけど、でも確かに周りのおっさん方を見ると、ほぼほぼ畑から来ましたみたいな格好で会社行く。まあまあまあ、ジャージというか、そう 機能性に溢れた。そうそう。長靴が当然的な。うん。うん、で若い子は違いますよ。若い子はもっと若い格好してるんでいいんですけど。うん。この年代にかん関してというか、この年代の割には着てるものがチャラい。これでチャラいんだ。だというふうに思ったんですけど、僕は。いや、さ、さ、埼玉のそういうちょっとイオンモールとか言ったらいっぱいいると思いますよ、そんな。そう、埼玉と、うん。 千葉とかのイオンモール行くと、うん、ほぼほぼ俺みたいなおっさんだらけやと思うんですよ。量産型おじさんファッションですよ、そのさんのここは。僕はもうこれ量産型やと、うん、自分では思ってたんですけど。うん、違うんだ。やっぱりね、50過ぎてくると、うん、でもよくよく考えたら、うん、30の頃からこの格好なんですよ。進化しないでしょ進化してない。うん、全く。だから、あの服は買い替えるけど、うん 基本、スティーブ・ジョブス型で、うん。悩む嫌な。悩む嫌,嫌なんで、この色で、このパーカーで、うん、この、うん、あの、ジーンズで、うん、靴はこれみたいな感じでずっと着てるんで、うん、その50のおっさんがいざ、その、ちょっと、ちょっとめかしこむっていうことが、したことがない。それ多分、ジャケット着るとかじゃないですかジャケット持ってない、ね。坂本さん、ジャケット似合んもんね。そうなんですよ。前、昔一回だけジャケット着たんですけど、うん、なんかどっかから連れてこられたシルエスタースターローみたいでい、 なんか無理してボクサーが、子供の授業参観なんだ。うんうん、別れた女房との間の子供なんだけどな、みたいな感じだった。そう。だからか日本ボクシング大賞の日だけスーツ着てきたみたいな、うん。<laughs> スーツにキスさせられてるみたいなそ,うそうそう。本当にスーツ似合わないんですよ、僕。でも坂本さんが、ノビツアールの初期の頃に、大阪時代に、うん、うん 営業終わりというか。あはいはい、スーツ着てましたからね。一回だけね、坂本さんがすっごいサラリーマー全土した格好の時、一回だけ見てるんですよ。大阪の時は外回りもやってたので、スーツじゃないですか。着の。ネクタイも着てたからジャケットも、ジャケット多分着てる痕跡あった。そう。だから、あの時は、僕、スーツ姿で、自転車で通勤してたんですよ。近いからね。 ニューヨーカーみたいでしょニューヨーカーちょっとね。ま、ま、シャリやけど。シャリじゃなかったのロードで。ロードで。うん。だから、あの時は多分ね、スーツをまだ着てる、着せられてるっていうね、ちゃんと着てる。あの、スーツは、本当に、慣れてないと、本当に、田舎のあの、おじさんの法事のスタイルみたいな感じに見えるから。今来たら多分ね、田舎のおじさんスタイルですよ。電車の中でもわかりますもんね。わかる。あ、多分あの、地方の工場のおっちゃんが、 東京本社にちょっと来てるな、みたいな。<laughs> 出張できました,た。出張できました、みたいな人は。何が違うのよね。やっぱりスーツの、こなれ方っていうか、スーツがいいのか安いのかわからないみたいな感じ。かつ、ネクタイのセンスが悪い。そう、だからね、うん、こっちに来てから、スーツ着た1回かなうん。あ、2回か。出張の時も含めて2回しかなくて、うん。だってもうスーツ着ないですからね、会社で。そう。 だから、基本的にスーツをまず着ないので、うん、ジャケット系の服を着ない。で、基本、通勤の時は車なんで、うん、別に誰にも見られへんから、うん、パーカーと何やったらジャージでいいやん。うん、スウェットでいいやん、みたいな。そういう生活をもう7年、8年続けてると、うん、おサゃれがわからない。 まあ、オシャレ、まあ、もちろんね、こういうのがオシャレなんだろうとは分かるけど、自分に似合うものがわからないんですよ。とりあえず、短い、あの、スニーカー履く用の、すっごい、あの、短い靴下履いて、あの、くるぶし、くるぶし隠れへん、あの、長野ではめっちゃ寒いやつ寒いやつ。で、ちょっと短めのパンツ履いて、で、ミサンガでも。ちょっと、いやいやいや。 たまに僕もね、そういうのをちょっと憧れて、デッキシューズ的な白いやつに短い靴下で、ちょっとループし見せたんやけど、寒かった。あまりに白すぎて気持ち悪い。あ、僕も一緒です。足が。うん。なんか水死体が歩いてるわ、みたいな感じになるやん。ふやけてんのこの足みたいな。そう、ほんと白いんですよね。白いなら白いで、ガリガリやったらまだ文学少年的じゃないですか。でかいのに白いっていう。おかしいよね。うん。 どう見てもラグビーしてるような体型やのに白い。うん。そうか。そう。で、まあ、もともと自分体ずっとでかかったんで、二十、うん、歳の頃から、うん、だからもう、通ってる店もあの、神戸のミスターボンドっていうアメカジの店で、似合うのを店員さんに教えてもらうと、なんかもうアメリカンフットボールやってるような学生のような服ばっかりを着てたんですよね、うん。だから、その、パーカーっていうか、フーディーみたいな。そうそう。スタジアム、まあ。アメカジ。アメカジの、うん。確かにそうだそうだ。うん。うん うん、でも、ここへ来て、アメリカン、アメリカのそのブランドがね。うん。ハーバードって書いてるじゃないですか。そう。ハーバードの人でもない <laughs> そう、だから、アメリカのブランドがどんどん撤退していってるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、今、今、坂本さんのこの服、ハーバード、よくよく見てみたらな、もんか気づけへんかったけど。うん、<laughs> ち,ょちょっと、ちょっと、とっとことっとこ何ハーバードって。知らん。<laughs> だってこれ確か GU で買ったもん。まあ、GU がライセンスを買ってきて、うんうん ハーバードの UT みたいな感じで、UT じゃないけど。あの、GU って、パーカーの、品質というか、結構いいじゃないですかね。そうなの。自由 GU で服買ったことないからわかれへんわ。パーカーだけは GU で買ってるんですよ。そうなの。あの、ここ、ここが結構ヘビーでしょ。フードの部分が重たそうですね。ヘビーウェイト。だからこの、フードの部分が立つうん。ヘチャってしてるやつ嫌いなんで。むしろ、フードが邪魔っていうのもありません いや、このフードがないと、後ろから殴られた時に不安で。やっぱり、あの、首筋守らないといけないから。ちょっと福祉、寒い、寒いの嫌だ。そう。まあ、絶対被らないけどね。絶対被らないけど。もう、あの、もう昔からパーカー着てるから、首筋を無防目にするのが耐えられへんみたいな。そもそも坂本さんって、襟付きの服ってあんま着ないですよね。ワイシャツを着ないから。ワイシャツ着ないですよね。僕、ワイシャツのイメージあるそうそう、あるある。 俺絶対ワイシャツじゃないどうですかねだから、エリツキ持ってないから、高級レストラン行けないね。行けないですよ。ね。で、ネクタイもほとんど持ってないし。まあ今はね、ネクタイほんと持たないですよ。だからそう考え、ね、いざ、まあ、こう痩せてきて、まあ服をまた買い替える時期に入ってきて、この年でパーカーはいいのかと。じゃあどうすんのそう。でどうすんのあ、待てよって。自分の子供の頃の大人の人たちが着てたブランドを着ればいいんじゃないかっていう。ハーロードパーマーと、 ワニ、ワニのやつでしょワニのやしょワニのでしょワニのやつしであの、普通のポロシャツ生地で長袖な感じのベージュ色とか黄色とかの。それテレビ通販やろ。5枚で、五枚で1万2800円。いやいやいや。いやだってあの、金弱性の女房が絶好調だよって言ってる人らのファッションですよ。ゴルフファッション的な。ただ俺ゴルフをやってないから、そういうゴルフファッションのシャツとか全然詳しくないし持ってないじゃないですか。でも あ今考えたら、うん、俺みたいなおっさんで、うん、しかもなんかスーツがあんまり似合わんような、うん、そういう人のために、アンドルド・パーマーとか、バレンチュノとか、あるんだろう、きっとと思って、違うと思うな。探しに行ったらまたないんですよ。ないよね。うん、だって、ラコステとかアンドルド・パーマーあるよ、一応。うん、ああ、るのはあるでしょうね。うん、うん あるけど、おしゃれになってて、めっちゃ色がビビットだったりするから。うん、もう、若者む、いい若者きいへんねんけど、若者向けみたいな。うん、誰が、いや、にあの、アウトレットとか行って、ラコッセとか見るんだけど、誰が買ってるんだろう。うん、すごい原色でしょ。うん、フレットペリーとか変わかりますよ。あれはね、あれはわかるよ。うん、トミーフィルフィルハイヤーみたいな、うん。いや、もう透明で見たらベネトンなんかアーノルト・パーマなんかようわかんない。い <laughs>、まあ、ベネトンってあるの今はそもそも。ないやろ。 今トンぐらいしか知らねよ。今。いや、でもちろんバレンチノなんてもうないんですよ。ないない。うん。だってあれはバッタや前世の時代に、なんとかバレンチノっていういっぱいタオルとか、そうそうそう。ハンカチとか出てきましたからね。うん。たまーにトラサルディがなんか、ハンカチで見るぐらいみたいな。見る見る。ああいうおっさんブランドっていう。うん。おっさんのためのまあ、だから、あと、ポルシェとか。え、何それポルシェないか。財布、財布とか。いや、財布は。小物で。 基本的にコーナー全部ビビアン・ウェストウッドって揃えてるんで。ずっとそうだったよね。でもビビアン・ウェストウッドの服着るわけにいかないんでしょ長野のお財布。んさ最後もさ、ずっとクイーになったけど、小物ビビアン・ウェストウッドなんですかいやー、なんでやろ、パなんか、こんなの財布みたいに持ってた時期もあるじゃないですけど<な>もうそうかもしれんけど。ナが好き。えナが好きえあんたもナ,ナって言うんだ。<laughs> いや、そういうわけでもない。でも、新生橋の、うん、やっぱビビアン・ウェストの店が好きだったんですね。あー、そうなんだ。うん。 多分ね、最初はビビアン・ウイストが好きっていうよりあのデザインが好きだったんですよ、ね。何その昔の女の影響昔の女っていうか、俺が買ってた方やからね。うん。プレゼントしてた方やからね。でも結構それ、それ買ってないんで自分使ってみようかなと思って。そう,そう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 。まあ確かにね、うん、女物の,のやつ着れないからね。からそう考えてやんじゃあいざおっさん、55のおっさんで、しかも、うん。さっき言ったように、ケイトラが似合うようなおっさんやったらワークマンでいいじゃないですか。うん、そう。ケイトラ似合うよ、でも。 いやけど、似合うけど、似合うけど、妙に、若作りでしょ。そうかな、うん、ま,あまあまあ、年。何やったらもう、ハゲてた方が良かったみたいな。ハゲててフード、あの、確かに。パーカーよりはパーカー着てたら、ちょっとなんか変な感じするかも、うん。でも、ハゲてたら逆に、おそらく、ジャケットとか似合うと思うんですよね。ああ、ちょっとイン、インテリジェンス溢れるみたいな、ね。いそうまあまあ、ね。だから、逆にハゲてる方が、年相に見られるんですけど、うんうん、僕のこの、 その外見まあ、あ、うん、若干若めに見られる外見とパーカーと、うん、若作りしちゃってっていう、なんか頑張ってるね感が出ちゃうじゃないですか。これで、ね、うん。うん、すごい。じゃ、じゃ、じゃ,じゃあ僕行ったらめっちゃおしゃれさんって言われちゃうと思うなんですね。ですね。絶対都会風吹かしてるって言わ,言われますよ。やっぱり違うよね、東京の人は、みたいな。うそう。ああ私らと全然違うわうそうじゃあ、女の人はどうなんですか女の人は、うん、基本ユニクロ。 いや、わかるよ。<laughs> いやまあ、だいたい、だいたい、日本全国どこもそうだよ。うん、ユニクロで。うん、で、うん、ユニクロは、四十40代も50代もユニクロ似合うというか、国民服ですからね。女性でも全然大丈夫なんですよ。基本40のおっさんまではユニクロいけるんやけど、五十、うんうん、50あたりから結構辛いもんがあ。あります。ある。パーカー。パーカー。<laughs> うん。いや、パーカーとか、まあ、他に、まあ、ユニクロやとやっぱりエリツキのシャツがいる。 でも、サウンソパーカーにやってますよ、実際。まあ、これは着慣れてる。いや、だから、うん、僕、パーカーでも、うん、なんかね、僕、元から服が、なんだろう、カット層っていうか、丸首で上からガボって着るやつが、うん、あんまり好きじゃないんですよ。うん、はいなぜって前からフロントジッパーでっていう、はいはいはい、パーカーじゃないと嫌なんですよ。うん、フリースとかも。はいはい。だから、サウンソみたいにボーっとこう、うん、丸々被るみたいなのは着ないかな。だから、僕あの、 ね、ジッパーで前が開くタイプのやつは、うん、うん、持ってないからね。あ全く僕と逆に、ね。だから、ジッパーがあっても、胸のあたりまで、うん基本的には。うんまあ、それをずっと買ってたんですけど。じゃあ、じゃあ、こんなあの、ユニクロの、うん、あの、薄いカシミアのこのセーターみたいな。あ、このタイプが僕一番似合わないんですよ。ああ<ー>。これ V でしょ ?V、V、V。僕 V 好きですから。僕の胸板でこれ V 切ると、気持ち悪いんですよね。 何アピールしてんのみたいや <laughs> いや、だから本当に。ね、アピールしてるの。いや、アピールしてないけど、<laughs> なんか気持ち悪いんですよ。胸板熱いのに、ね、V ネックって。だって、スターローンが V ネック気持ち悪くないですかなんかアピールしてんのかな <laughs> みたいな <laughs> だ。だからね、<laughs> あの、やっぱり、うん、ある程度、こう、ガタイというか、肩幅広くて胸板熱いタイプは、 ニアンフンってこう限られてくるじゃないですか。またダボダボっとした、まあ BK みたいなね。やつか、もう。何やね BK ってらもう,う。それがもうほんまにあの、ラガーマンみたいに、うん、もう本当にあの、何やったら赤いジャケット着るくらいの赤赤いジャケット。ジャケットってもともと赤が基本でしょそうなのうん。あ、ジャケットがブレザー。あ、ブレザーね。うん。あの人らあの、ラガーマンって大体ブレザーじゃないですかね。うん、赤いブレザー。ブレザー着て、うん、もう胸とかまあ広がるのはしょうがないけど、 ああいう、でも、会社行くのにブレザーっておかしくない。そうなんですよね。うん、だ僕も悩みがあって、多分会社行く格好は今もジャケパンがみんな多いから、うん、別になんともなくて、ああ、ジャケパンだねってなんだけど、うん、なんかオンオフの区別がつかないみたいなのがあって、なんか休みの日にジャケット着るの嫌だなっていうのがあるんですよね。うん、全然着てもいいんだけど、ちょっとそれは悩みですね。どういう格好すりゃいいのかって。冬場は、まあ、なんか、 重たいアウター着れば。まあそもそも長野はもう冬場はね、うん、登山行くのみたいなものすごい着込んで会社に行くので、うん、もうそんなファッションとか全然気にしなくていいんですけど、ね、これからですよ。まあ夏場は、まあ、もうポロシャツとか T シャツ着てたら。そう、夏場はね、うん、もうポロシャツ一本ですね、僕の場合は。う、ねうん、うん。だからポロシャツも山ほど持ってます。うん、でも、まあでもね、ポロって ラルフロールのね、うん、ポロとか、その、フレットベリーとかまあ、ま、うん、いろいろ、僕らの年代やったらそういうのを買ってましたけど、うん、それも今どうなんっていう。このおっさんがそれを着てていいよかそう。おっさんが、その、いや、だからまたアルドパーー、アーノード・ポロ。そうそうそう。なんか、おっさんこそ、うん、スポーツポロみたいな、ちょっとなんか、うん、ちょっと若干、ややこしいブランドの方がいいじゃないですか。まあ、そうだけど。まあ、うん、あ、あの、奥さんが買ってきたやつを着てるだけなんだ、みたいな。<laughs> じゃあ頑張って、うん、イオン行きましょうよ。 イオンでって頑張,って頑張ってイオンに行く <laughs> イ,イ,イオンでおっさん臭いやつ買ってみたらどうか。うん、ただ、おっさん臭い服は、だいたい襟付きですって。そうやねなんな、うん。意外と、うん、僕はあの今日アピタで、うん、おっさんの服探してたんですけど、うん アピタオシャレやねん。おしゃれなんですか意外とオシャレやねん、アピタって。えー、イオンより、うんあ。やっぱりイオン、まあ本当はジャスコがいいんですけど。ジャスコね。日いか。うん、昔のおっさんが着てたような、これ誰が、どこで買うてきたんっていうような服って。うん、貴重ですね。貴重なんですよね。だからも、ま、う、あ、よ,よくね、大阪のおばちゃんが着てるシャツってた体どこで売ってんのっていう。 あの、センバセンタービルとかあるんですかそ,そ,そうそうそう。うん、でも、センバセンタービルってやっぱり勝ち上げされそうで怖いじゃないですか。せえへんと思うよ、あんなところでもはや。<laughs> うん、いや、だから本当にね、やっぱ悩むんですよ。おっさんブランドがないなっていう。ゴルフやってれば全部解決するんでしょうけど、ねうん。いや、でも、それがために坂本さんは、うん、まだ紙倍、紙雑誌が好きな坂本さんは、うん、レオンとか、ウノとか、うん え、オーシャンズとか呼んでるわけでしょ大体あれってく、るぶし出す人の雑誌じゃないですかあの人ら V ネックとくるぶし似合うやん。似合うね。で、なんでそんな買ってんのほんなら。いいなって。憧れ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 。いや、だって基本あの、あの雑誌の基本って、まあキムタクやったら似合うやろっていう。とかね。あの、うん。ま、それはま、それが金城滝なんか竹内なんか知ら、知りませんよ。うん。福山雅治とか。うん。 あのレベルやったら、似合うような服がずらっと並んでて、うん、ほーって。あね。うん。いいなあこういう服似合ってっていう。うん、うん。基本ガチムちやからね。あね、僕らはね。はあ、まあ、ジャケット着るにしても、うん、ちょっと多分胸裸けないとなるんですからね、になってくると。そう。まあ、これ、それでもまだね、肌黒かったら、うん。何でも似合うんですけど、うん。胸裸でも白いじゃないですか。いやだから、細身の人が羨ましいのは。のう。そう。あの、 スタンドカラーの服とかの、うん、ノーカラーのやつとかって着てみたいんですけど、うん、ちょっと着れないんですよ、僕も。恥ずかしくて。うん、やっぱり色白のデブって。一番立ち悪ですね。<laughs> <う>僕ら二人とも共通項そっちなんでね。色白のデブなんで。そう、だからファッションで言うと本当にね。うん。厳しい条件厳しいですね。はい。ね、まあまあ言ってみたら、水下にニう服なりみたいな。 うん、ござ。<laughs> ござと白い布みたいな感じじゃないですかね。いやだから僕一番、あの、来たくでも絶対似合わないからやめてた方がいいって言われるのが、うん、あのー、スリーピースの背広なんですよ。ああはいはいはい。ね。うゆうじろみたいに。僕も就職して一番最初に買いましたよ。来たいんだけど、うん、絶対やめろってめちゃめちゃ奥さんに言われるんですよ。あれお前みたいなムチムチが来て言わはずがない。<laughs> あれは細身の人が似合うよね。だ星野源とか、ああいうちょっと小さめな感じでやってたら、なんか可愛いみたいな感じになるんだけど、お前みたいな大柄が、何勘違いしてるんだろう逆に、うん。腹出てるぐらいの方がいいよね。どういうことあるアルカポネぐらいに。ものすごく太って腹も出てて、それで、スリーピースやったらまだ。それか、そうなったらもっと割り切って、カルベさんみたいなサスペンダー。はいはいはい。サスペンダーもケー。うん。うん。だから、だから、 サスペンダーって、あれ、カルベさんやから似合うだけで、普通の胸板の熱いガチ持チは似合えへんからね。だメガネの特徴あるとか、いろいろあるんですよ。だから。基本的に、下に行くに従って太ってるタイプの人が似合うね。そうですね。うん。俺ら肩からでかいやん。そう。肩からでかいな。サスペンダーが生きてるからね、もう。うん。いや、だから、一と僕また、オンラインセミナーみたいなやってて。なんか年ら年中やってるんですよ。やらされるんですよ。もしかやったり、やるんですけど。ファッションとか その時のファッションが全員同じような感じだから、うん、これまずいって言って、うん、おい、誰かピンクのシャツ買ってこいよって言って。絵柄的にね、うん。じゃあ俺も俺買ってきくるわって言って、うん、まあ午前中ユニクロに行って買ってきたけど、うん、意外とサックス色の青と、うん、あのユニクロのオックスフォードシャツのピンクの色って、うん、見かけすごい綺麗んだけど、うん、カメラ通してみると青でもピンクで分かんないんですよ、もはや。 あ、そうなん、ね、全然見なかった。やっ,やっぱりさすべんだからって。やっぱりあのー、画像を通して、見栄えのいいシャツっていうのも売ってほしいですよね。うん、ユニコロにはそう。だから芸能人派手なとか、なんか,、うん、なんか髪の毛染めたりとか、うん、ピンクの髪とか青い髪のやついた方がいいなって思ったなんか、まあ。画面が白黒よりね。そう。だから YouTuber がやっぱり、うん、あの緑の髪の毛のやついてもいいんだって思いましたね。生、うん、えないもん、画面。 やっぱお弁当箱にブロッコリーはいるよね。ブロッコリーいるよね。虐待とか言っちゃダメですよね。色的、色的にはね。色的にはね。うん。まあそんなポリンスキーさんは学生の頃青、青色に髪の毛染めてた時代もありましたけど。でもポリンスキーがまた似合うのよね。似合うね。ジェットとかスーツとか。ああいうタイプの体型の人って。羨ましいな。何着ても似合うし、何やったらパーカーも似合うでしょ。うん。あいつもくるぶし見せるタイプですよ。何してもいいやん。うん。ほら嫉� いや、ほんまにね。うん。いや、だったら裸で歩いたらいいやんって話でし色白いからできへんねんな、それも。そう。ランニングシャツじゃ。うん。まあ、ただ逆三角形っぽいから、うん、結構太ってるけど、うん。そんなに、めちゃめちゃ、やばいって感じに見えない。まあね。と思う。で、うん、ただ、パッと見たときに、あ、俺体格結構いいなって思うときはやっぱある。うん。ただ、それに似合う格好って、最適解って何なのかっていうのはよくわからない。 そうだから昔は、自分の体型によく似た有名人の真似をすればいいよみたいなこと言われたんですよ。言ってたね。若い頃はね。うん、か若い頃ってそういう人いるから、そういう人の真似するじゃないですか。うん。55で体格のやつで今誰なのあれ、でもね。あ、いないね。で、俺、僕も、うん、あの、前もラジオで言ったかもしれないけど、清水美智子と、農、うん、町ミネコと、うん、あとアンガールズの田中さんが3人で、と、みちこさんに聞いてみようっていう、 相談のためのイベントがあったんですよ。うん、下北沢で。はいはい、で、それをよく、皆さんと二人で行って、二、うん、人ともあの、採用してもらったんですけど、うん、ネタをね。で、僕は、ファッションセンスが中二から変わりません。<laughs> どうすればいいですか <laughs> って言ったら、アンガールズの田中さんで、僕多分同い年なんですよ。うん、で、もう、なんか、最前線三列目にいたから、田中さんが、で僕手挙げて、はいはい、あのねーって言って、いつも、 田中さんオシャレじゃないですか、結構。だってあのスタイルですよ。めっちゃ背高いし、頭もいいし、ハイスペックなの、田中さん実は。何着ても似合うでしょ似合う。で、あの、そういうのわかるんだけど、クソ、なんか妙に似てて悔しい。似てる嫉妬やな。似てる嫉妬。あの、体型が近くて、オシャレな友達一人見つけて、 なんかその人から服を借り切れ、もらったらいいんじゃないなみたいな。れはから言うとんねんそう。<laughs> あ、そうですかはい。わかりました、みたいな。田中さんおしゃれやからなでも。田中さんは基本的に。手足長いしね。手足長いじゃないですか。うん。なんかああいう手足長い人松田優作的なうん。ま、松田優作と田中さん比べるのもどうかと思いますけど、うん、ああいうスタイルの人って何着ても似合うでしょうん。似合うのって何 何かな何が似合うかな浴衣ぐらいああ、和服は似合わないかなうん、あんまりね、細くて背高すぎるとですよ。僕らは多分和服似合うタイプですよ。和服か。うん。もう一回池波翔太郎の男のスタッフほど読むか。和服な。でも池波翔太郎さんに言わせると、こういうのは自分で縫うんだよ、みたいなこと言うやん。めんどくさいな、もう。だから、大変なんですけど。まあ、でもあの和服も、うん。 スーツと一緒で、似合うまでに時間かかるよ。うん、あ着せさせられてるみたいな、ね。そうそう。だって、胸元はやっぱりね、うん、あれなんで、うん、だからやっぱそこはあの、ダンサーみたいにあの首元隠すとか、<laughs> それはそれで生きってる感がすごいからな。ああ、なんか、中村モンドみたいな感じですねそう、ああいう感じで、うん、長野の松本歩いてたら多分生きってる感すごいでしょ。 寒いのに、ワクワク来て、みたいな。<laughs> それこそ都会風ですよ。もうダメですよ。僕、黒虫出した段階でお腹痛くなりますから。なんか、黒し出して腹、腹巻き絶対取られへん人みたいな。そうそう。てっちゃんみたいな。スーパーの冷蔵ショーケースの前に行った瞬間、<laughs> ゴ,ロゴ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 ロってトイレかけますからね。いや、本当にだから、うん、おっさんブランドがないのと、まあもちろん自分にはそういうファッションの知識がない。うん っていうので。いや、でも今、いろいろあるじゃないですか。骨格ストレートとか。あ、るね。ウェーブとか。あの、あれ、あれの基準、わかるいや、でも顔の形で、あの、ゆで卵型とか、いろんなやついっぱいあるじゃないですか。ほんで、体のタイプどれに当たるかわかるんですよ。そもそも俺って、顔何型って。で、そもそもあの、顔の形も、まあ、俺が、あの、四角、若干、逆在形型の顔って選んだとしても、でかいやん。うん。 まず、その、その資格がでかいや、うん。普通の人より。うん、その時点でもだいぶ、服のあの、選択肢が狭まるでしょ。だから、えー、っと、やっぱりスタイリストに、一回だけでも一い回いやってもらうのがいいんですよ。だからやっぱりあの、服のサブスクを、頼んでみるっていうのが一番いいと思いますよ。うん、エアークローゼットみたいなやつ。ああ、はいはいはい、はい。何回か話しましたけど。うん、まあ、だから、今はまだギリギリ、多分パーカーでもいけると思うんですよ。うん でも、この先、60, になって60、65になった時に。大丈夫 ?70 になってパーカー着てるよ。<laughs> いや、逆に俺80になったら赤のパーカーでいけるんちゃうかと思ってるんですけど。いいよね。うん、おじいちゃんになった方が。うん、ね。一番中途半端な時期やから、今。うん,うん。確かにね。初老っていう。うん。まあでも、そういう人いっぱい出てきますよ。 そう。だってユニクロでそのジャケット着ようと着てたら、隣で65ぐらいのおじいちゃん、うん、おじいちゃんっていうかおっちゃんが、丁、うんうん、迎えておっちゃんが着ようとするから、やっぱりユニクロって国民服なんだとか。そう。で、あとは、自分の体型をもうちょっと絞って、ぴったりめのフィットしてる、ちゃんと体型に合った服を着れるか着れないか。はいはい。ちょっと細身で、シルエットが着れかったら、それがやっぱ一番オシャレじゃないかなと思いますけどね。<う>僕はライ,ラインだと思ってます。うんまあそうでしょうね。うん、まあも あの、たまたま選手ね、うん、あのー、その、ラジオ食堂のラジオ、トる日、うん、会社の人に服買いに行こうって言われて、うん、<laughs> 会社の人と服買いに行くのそう。仲いいなぁ。うん、はいはい。まあ、あの、後輩というかね、うん、僕ら若い子ですけど、買いに行きましょうよって言われて、うん、まあ、車ね、あの、交代交代で行かないとしんどいんですよ。うん、軽井沢って遠いから。あ あれ、軽井沢行ってたのそう。会社所行ってたんだ。うん。で、まあ。まあ、体力いるもんね。そう。で、まあ、言っても、ソアのあたりから軽井沢までって、2時間ぐらいかかるんで、山越えて、すごいか、だから、えっと、結局ね、4人で行ったんですよ。4人で。人で。すごいですよ。だから、もう僕は、どっちかっていうと、お付き合いというか、付き添いの保護者の気分ってついてるんですけど、みんな財布の中に10万ぐらい入れて。だって、軽井沢のは、すごかったでしょそう。シャネルドーンってなんか。うん。あの、 坂本さんっていくらぐらい持っていくんですかっていうから。いや、別にアウトレットもーやろって言うたら、うんうん、僕10万円ですけど足りますかねって言うから何言っとんねん、こいつら。何のテレビ番組の企画だみたいな。そう。なんかこのまま行ったらなんか車買わされちゃうからっていう <laughs> 勢いで。僕は恥ずかしながら、うん、財布の中で3万円だけ入れていてたんですよ。うん、十分じゃないアウトレットでパーカー買えばいいかっていう <laughs>。<laughs> そうしたらもうその若い子、まあ若い子いてもみんな30代ですけど、うんうん、やっぱり、 あの、軽井沢について、うん、大変ですよ。朝6時出発ですからね。<laughs> なんかアウトレット行くの大変やな。だって2時間かかりますし、うん、着いた頃にちょうどオープンしてて駐車場に入れなあかんので、うん、あの、それ以上遅くなると駐車場に入れ,入れられない。まあまあ大変ですよね。で、連れて行かれたのがビームスですよ。ビームスうん。で、うんね、なんか、さこんなん似合いますよって最初に出されたのが、なんか、ジャニーズが着るようなスタジャンみたいなやつ。スタジャン <laughs> スタジャン。スタジャンとジーンズで、なんかあの、 ただでさえ、この年でパーカーどうかなって悩んでるおっさんに、スタジャンとか。バリバリのアメカジを進めてくるんですねサマーズのミ村ラみたいな。そう,そうそうそう。なんで、いや、似合いますね。いや、周りでついてきてくれた子も、いや、似合いますね。やっぱり体格いいかなっていうか。うん、体格的には似合うかもしれんけど、うん、年齢的に似合えんやろ、これはと。うん、何やったらこれやったらスカジャンの方がまだマッシュやわっていう。うんうん、結局僕は、僕はもう買わなくて。うん ビームスでパーカー買ったんですけど。またパーカー <laughs> ビームスで。紺色のパーカー買ったんですけど、うん。周りの頃はきっちり10万円分いや、気合入ってるなぁ。入ってますね。だってまあ10万円って言ったって上下揃えただけですけどね。うん、えぇ、ー、ビームスなんで。あー。いやでもだってみんなフィールドコア着てるわけでしょいやいや、だから、ビームスの生体、<laughs> ビームスのスタジャンに、ビームスの あマジ若い子はどっか来ていって、都の方に行きたいのかないや、ビーム層着たいだけじゃないですか。ビーム層着たいのそれ普段着できないでしょ普段着できるんじゃないですか人気のゲームセンターとかココス行くときに。あ、その、女の、一番長野の地元で一番可愛い子が集まるのが、ココスココスなんですよね。晴れ、晴れやからね。ココス長野のココスはレベル高いからね。行ってみよう、今度。うん いや、だからもうきっちりみんなそのビームスとか、うん、ま、あさすがにシャネルだと買えないんですけど、うんうん、そういったところで服をみんな買って、すごいみんな満足そうに帰ってましたよ。いいじゃないですか <laughs>。ただ、おっさんが来るとこではないなっていう。うん,うん。おっさんに似合うようなもんってやっぱりないですよね、アウトレットに。まあね。昔みたいにアメリカン、アメカジのブランドってもうみんな撤退しちゃったじゃないですか。うん、アメリカンイーグルとか。そう、そう、あの、あ,あのあたりエ。エリーバーはまた復活かな え、復活するんですかうん。エディ、エディバウアーぐらいでしょ、僕らの。<う>俺たちのエディバウアーでしょ。<laughs> そう、でかいから。うん。ただ、エディバウアーの最後の方の色使いがちょっとすごくて、ついていけなくなってましたけど、うん、エディバウアーが戻ってくるんだったら、残りの余生はエディバウアーでいこうかなって <laughs> <laughs> え、アメリカのご老人たちってエディー・バワーでしょいや、もう、もう、本国はもう、遠くの前に、ダメになっちゃってますよ。うん、あ、そうなのうん。タワーレコードみたいな。タワーレコードみたいに。あいや、本当にでもね、うん、今までは若い頃は本当に体型だけを考えて、服を買ってればよかったんですけど。うん、いや、モンベルじゃダメなんですかいいよ、別にモンベルでも、でも、モンベルでええんやったら、ワークマンでえやんもん。まあ、そうなんのか。うん。いや、モンベルで、フレンチとか行ってもええんやったら、うん モンベルのジャケット着るとか。いや、モンベルにジャケットなんかあんのあるある。あの折りたたみの、なんか、旅先で行けるジャケットみたいな。<laughs> 何そのなんか王様のアイディア的な服いや <laughs> いやいや、そんなんあるのあるのあんの,あ,んのあの、あの、旅先で、急な、ええ、急な、急な,なんかご招待に呼ばれるよみたいな。ファッションコートに引っかかれへんモンベルね。うん。 なんか入ろうとしたら、ノーって言われる。そう、モンベル。ノーモンベルって言われるんですか大丈夫、ちゃんとジャケットだから。エベレストに行けよ、お前はみたいな。いや、あるの、あるの。まあでも、そうか。確かにモンベルだったら、そうか。フィールドコアでいいのか。そう。だからもちろんね、あの、好きですよ。ノースベースもパタコリアも好きですけど、でもそれはちょっとね。ちょっとねって感じ。逃げてる感じがするよ、ファッションから。おお、厳しいな。うん。いや、それは、全部ノースベースで揃えてますって言ったら、もうそれで強しそうだけど、 なんか、なんか逃げてる感じが。うん,うん。そこがちょっとね、やっぱりね。難しいですね。うん。やっぱポパイとホットドッグで育たせたいとしては。<laughs> じゃあ、頑張って。<laughs> なんか見つけましょうよ。そう、だからそのブランドは本当にね。いや、ブランドじゃないと思いますよ。ブランドじゃない。ブランドじゃなくて、どういう服が合うのかっていうのを誰かに相談しないと。ああ、そうね。うん。いや、それは奥様は、今まで坂本さんをコーディネート、 のぶたをプロデュースみたいな感じでやってくれなかったんですか一回も。奥さんも、もう放置。だって俺自分の服は自分でしか買ったことない。いやいや、これはちょっととか。ないですね。んで、服買ってきたら、嫁さんに怒られることとかなかったですか全くないですね。無関心だね。うん。もう、やっぱりね、松潤以外に興味ない。男は。こんなに俺がいるのに。そう。あの、松潤の髪型変わったらすごい切れたりしますけど。うん。センターわけはやめてって言ってるのに、みたいな。 どうしたのかな今、家康どうやって見てんのかないや、見てないって言ってましたね。辛くて。いや、家康自体は面白いのかもしれないけど、家康に出ることによって叩かれる自分を見たくないっていう。本当のファンだね。だから y a も今見てないいや、頑張ってますよ。そう。でも、自分の提子が会社で叩かれる分には全然大丈夫。構わないと。は叩かれても。えええ。 いや、でもね、いや、まあ、本当に、まあ、自分でね、選んだり、誰かに聞けばいいし、うん、まあ、スタイリストがおれば、相談するのもいいんですけど。スカジャン買いますよ、ほんなら。逆にね。うん、いや、だから、趣味に生きて、ほんまに、ね、ずっとスタジャン乗ってますとか、エイ、うん、ちゃんのファンですみたいな、50代、6代いるじゃないですか、うん。あれはあれでいいよね。あれはあれでいいんですよ。長渕の模倣しる。いや、だから俺もね、一回50歳ぐらいから、もう今後ずっと浜章で行こうかなって思った時期もあるんですけど。浜章浜シきついんですよ、50には。うん、浜章って基本、 薄めのブルージーンズと白い T シャツと白いジャケット。んで、あの、ここに、頭に。やっぱり。バンダナを巻いて。ほんで手首にもバンダナを巻いて、右拳を突き上げながら歩くっていう。めんどくさ。いや、そんな55嫌でしょ。嫌だね。うん。サナモトハめっちゃかっこよくなってますよね。いや、あんな風に枯れた感じで都市取りたいんですあれ白髪で、そう。ロマ、グレ、白髪で、シュッとしてて。なんかその若干、 うん、その年取ってる感じの頭を狙って、今、髪の毛も染まってるような、染まってないような感じの。いや、わかる、わかる。意識してんねや。シャンプーしながら、ちょっとだけ染まるみたいなやつあ,あれをなんか週に一回ぐらいやるみたいな。うん、工夫してんのね。そう、そういう感じの髪の毛なんですよ、うん。だからね、髪型だけですね。自分の中で今気に入ってる。<laughs> あ、こ、うん、こういう髪型やったら、まあ、いいや、ね。いやー、一旦、坂本さんが僕みたいな格好してるの。僕、僕が、坂本さんのこのフードの格好しても、そんなに変ではない。うん、ない,というか。まあ、明治。あ、そじゃないけど。まあ、寝巻きとかは着てるから、別に着れるんですよ。うん、全然着れるよね。でも坂本さんが、僕の今、ファッションみたいな、襟付きのやつ着たら、どうしたんってなと思った<や> <laughs> ボディーガードでもまた始めた、みたいな。いや、でも、頑張りましょうよ、一っいや、まあ、もちろんね、頑張りますよ。うん、だから、うん こっからどういう方面にファッションというか、うんうん、あの、系統で、うん、どの方面に行けば。じゃあ、今度は二人揃って、ジャケット着て、うん、買ましょう。あ、ジャケットね。うん。うん、まあ、あの、今、あの、<laughs> すぐ抜けどねそう。自分の体にはジャケット1枚も持ってないんで。まあ、ユニクロ行って、安いめの。L サイズのやつを買えば。はいはいはい、ただね、うん、体重は落ちても、脅威と肩幅変わらないんで。あじゃあやっぱ XL 変わらない,い,い XXL なんですよ、僕。 あら、つらいね。うん、ないもんね。ないんです通販しか。そう。でも、XXL のジャケット着ると、腹回りブカブカなんですよ。うん、ああ、じゃあ変だ。そう、めっちゃ変になるんですよ。うん、なんかあの、デブのやつを細い人が着てるみたいな。なオーダーメイドかなやっぱそうなってくると。そうなんですよね。基本的に俺20代の頃ってスーツみんなオーダーメイドやったんですよね。金かかるなだって、変な体型やったもん。<laughs> <laughs> あの頃って、脅威120やけど、ウエスト80みたいな。<laughs> わあでも本当発祥難しいですね、おじさんのね。そうですね。昔みたいにも当にあの、ポロとか、バレンチノとか、黙って着てれば、その時代が良かったです。ではないよね。ただみんながみんな相対的に年齢が上がってるから、別にフード着てても。まあもちろんね、これであの、なんかあの人頭おかしいみたいなな長野さゃなければっていう。うん。で、ヒンデスでおしゃれですねって言われたら、なんか、歯がいいですもんね。なんか気になるからね。うん。ザワとするから。しかもこれあれやからね。 大阪行った時に、自由のワゴンセールの売りに乗ってた500円のパーカーやからね。ハーバードって。<laughs> そ,うそうそうそう。そ <laughs> そうやろ、こんなん誰も買えへんやろって。ハーバードって。うん。だ誰も買えへんから安かったんですけど、うん、で、その時はあの、着替え用に買ったんですよ。うん、大阪におったから、うん、もうあと捨てたらええわ、みたいな感じで買ったら、 これが意外に丈夫で。結構いいし。結構いい。追いし物やったと。そうそうそう。色も、その、品質もえい好きやもんね、このね、エンジ色ね。でもこのワッペンというか、このマークだけが。ハーバード。これが500円の。いや、ハーバード怒ってくるけど、ええんかな、こんな使い方ね。まあいいんじゃないですか。うん。まあ、ということでね、ファッンセンスの悩みは尽きないですけど。はい。 さんはまたいろいろ改めて言ってくれると思うんで僕はちょっと注目したいと思いますじゃあのぜひ今度はジャケットではい着れるやつあんのか、うん <laughs> はい、ということで皆さん <laughs> 年齢とともにファッション変わっていくのかなどうなのかなまあ、聞きたいところですけどもはいそれでは皆さんおやすみなさいさよなら